今回の本編は1分半で終わらせるからサクッと付き合ってください。改めましてどうも、あいちです。今回は冬休みのポイントというか意識してほしいことを一つだけ話していきます。それは決める、やる、振り返る、褒めるです。受験生の方、そうじゃない方でやるべきこととかやる量はそれぞれ違うと思うし、テーマも変わると思うんですよ。だからこれをやれとは言わないんですけど、とにかく1日今日これをやるぞっていうものをはっきり決めましょう。で、決めたことは絶対にやる、まあ、いつもと言ってること同じなんだけど、やるの、やる。で、やったものを振り返ってください。特に受験生、焦ってきてやらなきゃ、もっとやんなきゃってなっちゃって振り返らなくなっちゃうんだよ。で、振り返らないと何が起こるかっていうと、地に足がつかなくなる、ふわふわした感じになるから。だから全部伸びてるかもわからないし、できてるかもわからないし、成長してるかもわかんないみたいで、自信がなくなっていくみたいな悪循環になるから、振り返る。で、振り返って、振り返ってどこでやるかっていうと、寝る直前とかに振り返る。一日の自分をね、振り返って、で、こんだけやったんだとか、新しくこれができるようになったんだって褒めて一日を終わってください。もうこれだけでいいから、これだけ。あとはもう求めないから。だからしっかり自分でやることを決める、それをちゃんと実行する、そして振り返って褒める。反省してもいいけど基本的に褒めて、で、これを大事にした、2週間ぐらいね、過ごしてもらえたら、冬休みが終わった時、もっと言うと新年始まった時とかもそうの気持ちがかなりポジティブに始めることができる。そしてそのまま共通テストだったり私立入試に入っていくことができますので、ぜひ頑張ってください。いい冬休みにしていきましょう。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。今ちょっと時間確認してきたんですが、終わってなかったねきっとね。すいません。ついね、最近喋りたがるたちなんですよ。ごめんなさい、少し伸びちゃったんですがね、お許しください。で、今回はこの雑談枠、いつもね、皆さんへのメッセージを喋らせてもらってるんですが、今回はこっそりとプレゼント企画を発表します。多分タイトルとかサムネイルには入れてないと思いますので、ここをね、たまたま見た方しか知らない情報になってしまうんですけども、まあいつもと同じなんですが、メッセージカードを皆さんに送らせてください。もしかしたらね、スイッチとか、PS5 とかのが喜ぶ方もいると思うんですが、まあ、私自身が一番もらって嬉しいものが手紙、メッセージカードなんですね。で、まあ、この YouTube の活動も12年目で、このメッセージカード送らせてもらうのもかなりね、今までも何通書いてきたんだろうってぐらいにいっぱい送ってきたんですけども、やっぱり喜んでくださる方がいらっしゃるので、今回も自分が一番気持ちを込めて届けたいって思うものにやっぱり気持ちを込めて送りたいんですよ。だから、あのメッセージカードを送らせてもらいます。で、人数すごい迷ったんですけど、ちょっと今回頑張りたいな、頑張りたいなっていうのもあれだけど、たくさんの方に届いたらいいなと思って、30名の方に、はい、書かせていただきます。あ、とはいえ、まあ、前回やった時もですね、かなりの数、多分何百人だったっけな、相当な数の方の応募がありましたので、おそらく30名って決めたとしても、10倍以上の倍率にはなってしまうと思うんですが、もしよかったらご興味ある方は、今回ね、 Google フォームまた使わせてもらいます。多分リンクが貼ってあるので、概要欄にある Google フォームから、必要事項を記載していただいて、応募いただければと思います。一応締め切りがですね、今日12月18日の投稿だと思うんですが、12月20日20日の、23時59分、だから21日になった瞬間に一応あの応募、そこで多分ね、フォームすぐ切れないから、フォームは残ってるんですけど、あの書いてくれてる時間が載っているので、一応そこまでにしようかなと思っております。なんだろう、多分ね、書いてほしいメッセージって、今度はメッセージカードなので一言だと思います。サイン書かせてもらって、皆さんへのこう書いてほしいメッセージカードで、そのメッセージは基本に決めていただけると嬉しいです。はい、あの受験応援の言葉何かくださいとかよりは、このメッセージをって決めてもらえると、それを書いた上でプラスアルファ、なんかその時に書きたいなと思ったことがあったら、ちょっとねちょこちょこって書いちゃうかもしれないんですけど、ぜひそこは皆さんが、あの特に受験生の方の応募が多くなる気がしています。で、受験会場とかに結構ね、毎年持ってってくれる方も多いので、その受験会場で見た時に、まあ、お守り代わりじゃないですけど、こう皆さんのこうエネルギーになるというか、頑張ろうって試験会場で思ってもらえる、その言葉はき
人皆さん自身が決めた方がいいと思うんです。決めてもらった上で俺がアレンジしたいからさなのでぜひぜひちょっとみんなが自分自身に対してハイチがこういう言葉を書いてくれたら嬉しいなってなんかちょっと俯瞰的に見るきっかけにもなると思うのでぜひぜひよろしくお願いします。はい、とか言ってさ応募少なかったらどうしようまあそれはそれでね皆さんに届きやすくなるからいいのかもしれないんですが、まあ、たくさんの方の応募お待ちしておりますのでぜひよろしくお願いします。当選当たった方当たらなかった方って当選と連絡はしません。商品の発送を持って返させてもらいますのでそちらはちょっとね皆さんには連絡はできないんですけども、一応みんなが冬休み中1月8日ぐらいかな、多分8日が多分スタートだと思うので7日までには送れるように、はい、書かせてもらいます。冬休み使って書くつもりなので、そのぐらいにまで届かなかったらうんって思ってください。すいませんでもねちょっと多くの方に喜んでもらえるように気持ち込めて書かせてもらいますのでぜひ応募の方よろしくお願いいたします。はい、ということで今回ごめんねちょっと雑談枠こんな感じでお借りしちゃったんですが、ここまでご視聴いただきありがとうございました。来週はクリスマスなんです。実は月曜日がね、とはいえ特別なことするつもりはないんであれなんですけども、またね来週何か喋っていきますのでよかったらそちらもぜひ見てみてください。では今週1週間が皆さんにとって良き日になることを心より願っております。また来週お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。応募待ってるよ